はい、こんばんは。日向坂46が世界一大好き、398チャンネルです。はい、今日はですね、テレビで、M ステが放送されていたんですけど、今日は人気女性アイドルグループ、日向坂46が登場して、新曲、絶対的第六感をテレビで披露したってことで話題になってますね。で、この曲はセンターが正源司陽子ちゃんと藤島果歩ちゃんなんですけど、この曲を聴いて思ったことは、いや、この曲ゴミだなと思いましたね。はい。まあ、というのもこの曲なんですけど、全くセンスがないんですね。はい。まあ、というのもこの曲なんですけど、全くもって面白くないし、まあ、本当にね、日向坂46ってブスしかいないですね。はい。で、可愛いメンバーが一人もいないし、で、ダンスはダサいし、で、歌も超絶に下手くそなんですよ。はい。まあ、本当にね、センスがなくて、本当にゴミしかいないんですね。はい。まあ、で、まあ、先ほど言った通り、ちょっとごめんね、ちょっと風邪ひいてんですよ、今。センターは、正源司陽子、藤島果歩、加藤史帆、小坂なおちゃん、松田好花、東村芽衣ちゃん、佐々木美玲、ちょっとごめん、これなんていうの？ボンセイあかり？金村美玖、ボンセイか、なんて読むかわかんない。佐々木久美、富田鈴花、上村ひなのか、川田ひな、高橋みくに、小西夏実ということでね、まあ、このメンバーということなんですけど、はい。まあ、本当にね、まあ、本当にね、まあ、このメンバーなんですけど、まあ、正直言って、その小坂なおちゃんがセンターだったら分かるんですけど、まあ、他のメンバーはね、本当にね、ブスしかいないですね。はい。日向坂って、はい。まあ、乃木坂とか、乃木坂46とか、乃木坂46は可愛いメンバーが多くて、桜坂46は美人なメンバーが多いんですけど、日向坂46って本当にね、ブスしかいないですね。はい。まあ、だから全く可愛くないし、まあ、正直言って、こんなね、グループが、まあ、売れてることがね、まあ、本当にね、ゴミだなと思いましたね。はい。まあ、ということで、ちょっと待って。ちょっとね、ゲップが出るわ。まあ本当にね、可愛くないんですよ。はい。まあということで、まあ日向坂46なんですけど、まあ正直言って、まあ、ダンスも歌も下手くそやから、まあ、正直言って、なんかボイトレとか、もう少しダンスとか上手くなれやと思いましたね。はい。まあということで、まあ日向坂46なんですけど、まあ本当にね、まあキモいし、この新曲もゴミだなと思いましたね。はい。